マス広告でお客様に PR する方法が今まで主流だったわけですけど、今は顧客に対してどう熱いサービスをするかという時代に来ました。今回ここには野球の、野球のチケットの話をしておりますが、別にイベントでもいいわけですね。コンサートが好きな人なのか、あ,ーあー 芝居が好きな人な人のか、そんなチケットをいくつか用意しておいてその人が興味のありそうなものをそろそろこの人は車を買い替える時期だなというえ半年ぐらい前にちょっと寄りましたけどえ確かこの,あのミュージシャンが好きだったですよねえちょっと手に入りましたから今日持ってきましたと言ってお渡しするようなことは あってもいいわけですね例えば、えー、結婚記念日があ把握してあれば、えー、そろそろ、えー、買い替える人だなと思ったら、ホテルのスイートルームを予約しておいて、そしてそれが使えるように、えー、今回、えー、ホテルのスイートルームの件が手に入りましたけど、確か結婚記念日はいついつでしたよね、もしよろしかったらお使いくださいって言って、 えー、渡してもいいわけですそれはホテルとしては満額欲しいわけですけど別に空いてるときならあ <laughs> ディスカウントしてもいいわけですから車のディーラーはそれを安く仕入れてそしてそれを <coughs> 買ったお客様ではなくて、えー、買ってくれるそろそろ時期の人に手渡すというプロモーションをされてるカーディーラーさんもありました。えー、とても 手の込んだあプロモーションかと思いますけどそんなものをシステムで解決してるカーディーラさんは素晴らしいなと思いました。